はい、レントルボーです。はい、このチャンネルはですね、車のカスタムを配信しているチャンネルでございます。まだチャンネル登録をお済みでない方、ぜひこの間にチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回ですね、ようやくカスタムらしいカスタムをちょっとやっていきたいと思います。まもなくね、交流会も近いということなんで、ちょっとノーマルよりちょっと雰囲気を変えてみたいと思います。でまずね、やりたいのはですね、ここの下の部分ですね、ナンバープレートの下のグリルの部分がちょっと寂しいので、ここにね、イルミを仕込みたいと思います。最初ね、どこに仕込もうかすごく試行錯誤してたんですけども、それをね、ちょっと今から LED を実際に当てて、どこに貼るか検証してみたいと思います。ではね、使用する LED をご紹介したいと思います。はい、今回ですね、使用する商品ですね、こちらの LED になるんですけども、ちょっとね、バカみたいにね、5メートル買いましたね。でこれもともとですね、切って使えるっていう風に書いてたんですけども、切って使えないことはないんですけども、切ってからの処理が大変だなということで、もう1個購入しました。で、実際に2本使うかどうかはちょっと分かんないんですけども、とりあえずですね、これ加工し方ですね、お伝えしたいと思います。一応ね、概要欄にこれのリンク貼っておきますけども、まずね、お好きなところでカットできます。で一応ね、カットラインが、この後ろにね、ちょっと画像上では見にくいと思うんですけど、黒い点がありますので、ここの点でね、カットしてもらえればこういう断面になりますので、ここをね、防水処理すればいけるということになります。で、もともとね、これアダプターを使用して 100V 電源でも使えるものなんですけども、直接つなぐことに関して 12V でいけるということなんで、ここのね、差し込みのアダプターですよね、ここをカットします。でカットするとね、配線が2本出てきますので、こういう感じで2本をね、まあこれ今すでにもう延長しちゃってるんですけども、2本出てきますので、こうですね、根元の赤と黒の線、赤黒線が出てきますので、赤はプラスね、黒はマイナスですね、という風に出てきます。で一応ね、私も事前に加工してね、延長ですね配線を延長しておりますので、これを引っ張っていきたいと思います。で一応ね、デイライト風にね、光らすために、まあ、一応ね、この青い面ですね、一応側面発光、こっちの面は光らないんですけども、側面の発光ですね、こういう風に貼ろうかなと思ってます。まあこういう感じですね。でどこに貼ろうかっていうことなんですけども、この厚みがちょっとね、幅がありますので、この白い部分がちょっと見えるの個人的に嫌だなっていうのがありますので、実際にね、これ当てていきたいと思います。であとね、LED に関してなんですけど、カットした部分ですねは、こちらの部分ね、一応ね、チューブで、中に LED が入ってるんですけど、このチューブの周りにね、カッターを入れてもらってスポッと抜いてもらうと、一応基板と LED の発光部分がむき出しになります。で、しっかりね、カットラインでカットすると、点々の導線の部分ですね、導線みたいな銅の部分がありますので、そこはね、ハンダ付けできる設定になりますので、これがですね、実際にやったりですね、もうビニールテープやっちゃいましたけど、まあ、ここにね、赤と黒プラスマイナス分かるように配線を引っ張っておいて、であと防水処理ですね、まあ、ちょっと簡易的にビニールテープにはしてるんですけども、何かコーキング剤した方がいいかなっていうのは個人的に思ってますんで、ここは皆さんね、ご自身でコーキングしてください。あと配線延長しておけば、これあとね、正味結構な長さあります。多分4メーター近くありますんで、まあ、いろんなところね、まだまだ使えますんで、これはね、まあ、切っても使えるということになりますんで、まあ、おすすめはしないですしないですけど、発光はめちゃくちゃ綺麗ので、これの短いやつがね、もしあればいいかなと思ってますので、まあ、今回ですね、ちょっと5メーター買いましたけども、まあ、一応ね、この動画見て、まあ、この通りやるんだっていう方に関しては、別にいいかなと思います。まあ、値段的に1200円ぐらいで購入できますんで、まあ、ちょっとね、DIY の技術ある方に関しては、切ってつないでできますんでね、おすすめかなと思います。ではね、実際にどの部分が一番適切か、一応ね、最初ここかなと思った部分でもうカットしちゃってるんですよね。これちょっと失敗したなと思うんですけども、実際にね、当ててみたいと思います。はい、それではですね、貼る場所なんですけども、まずね、ここの部分、フィンみたいなところが2箇所あるんですよね。で今ね、まあ、既製品で、普通にネットで売られているのが、ここにかぶせるメッキのね、ガーニッシュみたいなやつですね、とあとガーニッシュが LED になっているやつ、まあ、私、それがヒントになったんですけどね、ここにやろうと思って、最初はね、こうしようと思ったんですよね。でもね、こうしてしまうと、これ、ところどころ白いのがこれ見えちゃうんですよね、これがね。だからちょっとね、もうここに貼っちゃいます、上ですね、上に貼っちゃいます。上に貼ることによって、これ自体がね、全く見えませんので、まあ、発光部分だけがね、まあ、間接照明的な感じかな、この下の部分がぼんやり光ってくれるような感じになると思いますので、これで貼っていきたいと思います。
でまたね、今回に関しては助手席の足元から、室内からエンジンルームに引っ張ってくるんですけども、40に関してはね、どうやらエンジンルーム内コーナーボール配線来てませんので、室内からね引く方法を見つけましたんで、そちらもご案内したいと思います。ではまずですね、まずどっから配線引くか見てみたいと思います。はい、それではですね、室内からエンジンルームへの配線ルートですね、それでそちらをご紹介したいと思います。まずね、40の場合はここにカバーがついてますので、これを外します。で外し方はね、これは2つのクリップだけで固定されているみたいなんで、こっちはですね、こっちかな、こっちをまず外に出してください。外じゃない、内だね、内に引っ張ってください。まあこれ本当はこれ外した方が楽なんですけど、ちょっとズボラなんで外します。で、あとは手前に行く感じですね。はい、そしたらね、ここにちょっとね見えるかな、白いクリップがあるんですけども、このクリップがね、ここに溝にはまってるだけですね。ここと、ここですね。で向きが違いますので、内側に関してはこういう動きで外れる、で、奥に関しては手前に引けば外れる、そういう構造になってますね。これね、これで外れます。で配線出てくるのはね、ここから出てきます。ここから出てきますので、内側からねちょっと見てみたいと思います。はい、ではですね、室内からねエンジンルームに引っ張っていく、まず電源ですね。電源はね、以前ご紹介したここのね、電源取り出しコネクターから電源を分岐しているやつですね。で今現在ね、レーダー探知機とヘッドレストモニターですねに使用しております。まあ、両方ともね、電力をほとんど使ってない状態なんで、ここで分岐しても問題ないかなと思ってますので、ここにね、エレクトロタップですね、かましてやろうかなと思ってます。でかました配線ですね、プラス線だけエンジンルームに持っていけばいいので、このウェザーストリップの中を通してですね、で配線どこに通すんだっていうことなんですけど、ここですね、もうすでに通しております。でドアのね、付け根のところに40はねご丁寧にね、雨が入らないようにカバーが、黒いねゴムのカバーがついてますので、これをね、軽く手でめくってやるとフェンダーの中が丸見えになりますので、それを見ながらねまっすぐ配線通し通してください。で通すとこっちですね、このままノーカットでいきますね。一応分かりやすいように出したんですけど、ここですね、ここに出てきますので、これで一応ね、まあ、雨に濡れない場所での、エンジンルームへの配線通しできますので、これで一応ね、あそこは確かイグニッションアクセサリーだったかな、だと思いますので、一応デイライト的な感じになるんですけども、それでね、ここに配線したいと思います。ではまずね、さっき貼り付けですね、ここ貼り付けしてから、まあ、結果的にここですね、下ですね、ナンバープレートの下、完全に隠れますので、奥の方に、貼り付けして、で配線をボンネットの中通して、でここで結線ですね。でアースに関しては適当なところ探してね、まあ、ここでもいいんですけど、ボルトですね。でクワガタ端子ないのでちょっと雑ですけどね、配線向いてここにね巻いて固定したいと思います。ではねまずこちら貼っていきたいと思います。はい、今回ね、まあ、LED テープこちらですね、購入しましたけども、まあ、ちょっと安かったっていうこともあって両面テープが施工されてないですよね。で久しぶりにね両面テープ買うてきました。これおすすめですね。一応ねホームセンターとかで売ってるやつですね、ブチルゴムシートっていうね両面テープ結構強力なんで、これおすすめです。一応リンク貼っておきますね。でこれをですね、一応今回はこの青い部分が発光部分になるので、配線が一応こっちですね、こっちに来るので、まあ配線側をこうしてこうですね、この水色のストライプが入ってる方ね、こっち入ってないですよね、ストライプの入ってる方にね、両面テープを脱脂して貼りたいと思います。はい、ではですね、裏面ちょうどね両面テープありました。あ、購入したね両面テープぴったりでしたね。もうこのために作られたんじゃないかなっていうぐらい幅がぴったりでした。これはねおすすめですね。でね、今から貼り付けていくんですけども、結構ね触り倒してね、ますんで、一応ここはねもともとついてたところなんですけど、ここですね、ビニールテープ、チューブですね、収縮チューブ入れてるんですけど、ここはねハンダ付けで固定しておりますので、まあ、ちょっと触り回ってしてる間にハンダが割れたりとか断線してる可能性ありますので、最終チェックね点灯するかどうかチェックしてます。一応バッテリー直接ですね繋いでみますね。ではねプラスを立てて乗ります。あ、大丈夫ですね、色綺麗でしょ。はい、ではねこれを貼り付けていきたいと思います。はい、一応ね補足なんですけども、ここですね、ここのロアグリルのところなんですけど、端ですね、ここがね
蓋が閉まってる状態なんで、一番端まで本来はね欲しいんですけど、まあ、ここまで来たらね穴開けてしまえばいいんですけどね、ちょっと穴開けは今回はね、この車両やめとこうかなと思ってますので、ここですね、下の部分は、この大きい区画で区切られてるんですけど、ここだけね、配線通してくださいっていうような小さな、隙間がありますんで、ここにね、配線通すっていう意味でここからねスタートして貼っていきたいと思います。こういう感じですね。まあ、ちょっとこのナンバーがね邪魔になって、光が、まあ、正面から見るとここだけ途切れているような感じになるかもわかんないけどね、まあ一応ねやってみたいと思います。はい、それではですね、まあ、貼っていくんですけど、ちょっとね、貼るときにナンバープレート邪魔なんで外しました。ではまずね、貼り物なんで脱脂をねしていきます。ちょうどここのね一番上の部分、ナンバープレートの段、このグリルの一番下の部分ですね、まあ、結構いい貼る場所がありますので、ここはまあまあありだと思うんですけどね、本当はねここに貼りたかったんですよね、ここに二重に貼りたかったんですけどね、まあ、完全に市販されてるやつのパクリになりますけどではね、これ貼っていきます。で配線はね、ここ小さいところありますんで、ここにねまず配線を入れて、で後からね上から配線通し下ろしてきて結びますんで、あんまり奥に入れない感じである程度ね入れておきます。今日はね土曜日なんでね、ちょっとね子供の声がたくさん入っちゃいますけどね、そこはねご勘弁くださいね。まあご近所さんはね私が YouTube やってるの分かってるんで、一応ね大人の方は静かにしてくれるんですけどね、子供さんはねそんなお構いなしですからね、まあそりゃそうですよね。はい、ではねできるだけバランスよくね貼りたいので、ちょっと配線入れることも考えて若干気持ち左寄りで、できるだけ光の元を見えないように奥の面に合わす感じにしましょうか。この両面テープね、私車いじりでずっと使ってるんですけどね、めちゃくちゃ強力でいいですよ。はい、これでね一応固定できましたんで、あとは残った配線を中に入れてしまって、まあここだったらねある程度の配線とか見えてもいいかなって感じなんですけどね、やっぱりちょっと隠したいですね。どうしようかなどうしようかな。そうですね、ここはちょっと収縮チューブでね入れてごまかそうかなと思います。ここはねちょっと割愛します。はい、ではね、グリルの方にね LED テープ貼って、配線も一応グリルの中に掘り込みましたんで、一応ね室内から配線引きたいと思います。で結線はね最終的に線の長さ調整してからこちらで結線しますので、そこは一番最後になります。で一応ね配線通しも今エンディングルームに取ってるので、こう結びつけてね中を引いていきたいと思います。はい、ではね結んだ線ね引っ張っていきます。もうこれ引っ張ったらね配線ついていきますんで、はい、これで OK ですね。で一応ねこれここでね待機させておきます。配線がね一応通ってきましたんで、今度ね下から上に引き上げるんですけど、このカバー邪魔なんで外します。外し方はですね、ここにね 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個ですね、9個のピンがありますので、押してもらって、あとはね上に引き上げたら簡単に外れますので、これをね外してください。はい、こういうピンですね。で仕組み的にはね真ん中今陥没してますけど、これで外れる状態で、つけるときはね下からポチッと押してもらって、でここフラットにしてもらって、あとは上からポツッと刺すだけなんで簡単ですね。外すときは真ん中パチッと押すだけです。はい、ピンが外れたらね、あとはこれ上に持ち上げてもらうだけで簡単に外れますので、外します。そうですね、これで外れます。はい、カバー外すとねこんだけ隙間ができますので、上から覗いてもらうとですね、線がねちょっとボケてますけど見えますかね、ね中入れた線がありますよね。ここにね配線通し持って行って下でくぐりたいと思います。はい、ではねここですね、ちょっと分かりにくいかな、ボンネットのところに配線通し入れてもらったら下から見えてますので、配線通しの頭をね手前に引いてください。はい、ね、なんとか捕まえました。でここの配線通しにこの配線ですね、端
端っこ2本ですね。これをねくくりつけます。であとはくくりつけたら上持ち上げるだけですね。はい、下くくったんでね持ち上げます。はい、来ましたね。でまあ配線のね取り回し方っていうのは本当個人差があると思うので、まああの今はあれですかね、ラジエーターファンっていうのが完全に覆われてるから大丈夫ですね。よっぽどのことない限り巻き込まれることはありませんので、まあ、極力雨の当たらないところを意識してもらって配線ルートを、ね、考えていただければいいと思います。で一応ね車検対策多分いけるとは思うんですけども、車検対策でねすぐ、ボルトを緩めて、まあ、遮断できるようにつかないようにするようにしておくために、まあ、あのカバーとか外さなくてもいい場所ね、例えば、こっちの方後でまたやりますけども見えてるボルトありますんで、そういったところに、まあ、本当はクワガタ端子をつけて、パチッとはめてもらうのがいいんですけど、またねクワガタ端子買うの忘れたんで配線向いてね、ネジにぐるぐる巻きにしておきます。すごい雑ですけどね、ではね、これ、一応プラス線結線したいと思います。はい、ではですね、LED から来たプラスと、ね、室内から来たプラスね、これをね、結線していきます。で結線するのはね、いつも通りですね、だるまさんが転んだ。まああのこのチャンネル最近見た方は何やねんそれって思うかもわかんないですけど、これ要はね家庭用電気工事に使う端子なんですけど、まあ一応だるま状になってて先端がね金具が入ってるんですよね。で、この中に配線を入れてギュッと潰すとその金具があることによってまあ電気が流れるという単純な仕組みですね。これをね、配線を2つに束ねてで、かぶせて、あとはペンチでギュッと、まあ、40から見た方は初めてのねカスタムですからね、そんなんあるんやと思ったと思うんですけど、まあ20時代の方からはすると久しぶりにだるまさん見たっていうかもわかんないですね。はい、これでね一応結線完了です。であとはね、無駄な配線が結構ありますので、ちょっとね、プラスマイナスの線を割いておいて、でプラス線をね、室内に引いていくんですけど、ある程度もねここ片付けてしまって、もうあんまり突っ張らないような取り回しですね、プラス線の取り回しをしたいと思います。はいね、一応配線まとめてみました。下から来た分ですねに関してはここですね、ここに一応挟む場所ありましたんでここに挟んでおります。でこのまま上に切って、ね、この隙間ですね、ヘッドライトとボンネット当たる部分ですね、ここにも挟むところありますので挟んでおります。でここヘッドライトのね、固定の部分に結束バンドで一応止めるというか輪っかを通して、通すような感じでガイドをねあんまりこう負荷がかからないようにしてます。で、ここですね、最終的にここではしっかり固定してる感じ で室内に向かってる感じですね。で結果的にですね、先ほどの結線部分ですね、私の場合はちょっと配線結構余裕あったので、だるまさんが室内に入ってしまうところまで行ったので、室内に入らない部分ですね、だるまさんの結線部分は濡れてはいけない部分になりますので室内入れようかなと思ったんですけど、ちょっとね、このドアの部分ですね、ドアの部分がどうしても配線を隠すことがここはできないんですよね。これね、どうしてもこの部分だけちょっと見えてしまいますので、まあ、ちょっとだるまさん見えると不細工になりますんでね、ちょうどこの辺にねだるまさんが来るような感じだったんで中にだるまさん入れて、で、延長線ここですね、室内から来てる分でやってます。でどうしてもここだけね配線見えるのだけはちょっと不細工かなと思うんですけども、多分ね言われないとわからないと思いますね。はい、であとはこうウェザーストリップの中に入れて、で、ここ結線ですね、これをしていきます。はい、ではねこちらの配線をねなんとかできるだけ隠したいので、まずここですね、ここのパネルを外した方がいいかなと思いますので、ここね外れますので外します。ここは普通に爪だけなので外してもらって、であとはねこれ配線をねこのウェザーストリップ下の方ちょっと画角具合ですけど下からめくれてきますのでめくっていただいてこういう感じですね。で配線を内側に入れてください。配線を内側ね、ウェザーストリップの内側、それである程度ここでも固定してしまう感じですね。このウェザーストリップで配線を固定する感じですね。はい、上ね、カバー外したとか通してきた配線です。ここですね、ここに入れるとちょうどいいかなという感じですね。内側ここにね穴ありますのでここから入れて、で、下の電源のところですね持っていきたいと思います。
はい、ちょっとね夜が暮れてきたので急いでやりたいんですけど、まずね、ここですね、配線がここまで来ました。上ね、通した分ここでカットしております。で、ここはですね一応、ヘッドレストモニターにはヒューズついてますので、こっちよりかこっちですね、消費電力がレーダーの方が少ないのでこっちにね分岐したいと思います。久しぶりにねエレクトロタップ使いますけど、これをですねつけて、久しぶりですね。でこっちのね、赤い線が、運転席のレーダーの方に行ってますので、レーダーからね分岐を取る感じになりますね。でこれで分岐完了ですね。まあ擬宝紙入れてもいいんですけどね、一応三つまたなるのでこれだったらこれでいいかなって感じですよね。はい、これでね、プラスの電源は OK です。はい、それでは今度ですねマイナス線なんですけどもね、点灯チェックのためにね、とりあえずまだカットする前にここですね、ここちょうどね、いいところがありますので、ここにねクワガタ端子で、はめていただければ OK ですね。今回ないので何回も見ますけどね、配線を向いて、そのまま直接、接続しております。あとはもうこれね長さね調整してカットすれば OK なんで、これで完成ですね。ではですね、出来栄えですね見てみたいと思います。ででーん、いいですね。ちょっと離れてみるとね、ズブズブ感がないのがいいですね。まあ本当はねこれね、ここの部分ですね、この下にね入りたかったんですけど、ここね、この隙間割れ目あるじゃないですか、ここでね白いのがねちょんちょんちょんって見えるんですよね。それが不細工だったんでちょっと見えたくないなっていうのでね、今回はこのね下の方に貼ってみました。全体はこんな感じですね。まあ、ちょっとね、アクセントになったかと思います。はい、ではですね最後にですね、暗くなりましたんで、夜間の様子見てみたいと思います。こうやって見るとね結構明るいですね。で上から見ると光が漏れてる感じですね。で下のモデリスタのメッキ部分にこう跳ね返ってくれているので、まあでもまあまあよしとしましょうかって感じですね。はい、ね本当はこれですね、ここの羽の下に貼りたかったんですよね、2本ね。まあ、これはね、パッと見光の元が結構まあまあ見にくいので間接照明的な感じですね。でもねこれ見ると前の方がね結構青くて出るんで意外と明るいですね。はい、こんな感じですね、久々にですね、カスタムらしいカスタムをやってみました。はい、ということでですね、今回はですね、アルファードにですね、まあ、ロアグリルのイルミとでも言うんでしょうかね、こちらを取り付けしてみました。まあ、光り方はね、綺麗なんですけどね、光らせる場所がちょっと納得いかないかなという感じなんですけども、まあ、ないよりかマシかなと思いますので、とりあえず今回はね、これで良しとしておきたいと思います。まあ、これでね、車外で、アクセサリー電源もしくはイグニッション、どっちかちょっと忘れたんですけども、こちらの電源を外に引っ張ることができることが分かりましたんで、まあ、これからイルミ関係ですね、どんどん追加できるかなと思っておりますので、ぜひね、参考になったと思われた方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではね、こちらのチャンネルはですね、メンバーシップ制度を導入しておりますので、ぜひね、メンバーになっていただいて、たくさんの交流をしていただければと思います。車の話題、プライベートな話題、遊びの話題、たくさん皆さんね、毎日話されてますので、興味のある方は下の概要欄のメンバーになるというところからチェックしてみてください。まあ、グループ LINE にもね、入って私と直接1対1で話することも全然可能ですので、お待ちしております。また動画の配信、ライブの配信は X を通じて皆さんにお伝えしておりますので、アカウントをお持ちの方ぜひ私のフォローよろしくお願いいたします。こちらの動画はですね、最新の動画となっております。こちらの動画はおすすめの動画となっております。これからご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。夜だと思ったな。